グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。U-24 日本代表は31日、茨城鹿島スタジアムでコーレル、東京五輪、東京オリンピック男子作家、準々決勝で、U-24 ニュージーランド代表と対戦る。今シーズンの J リーグはダゾーンで、いつでもどこで簡単視聴。 一ヶ月無料を試し実施中、A 代表の A として、長きにわたって活躍してきたクリス・ウッドが、オーバーエイジとして、東京五輪に課している。イングランドのプレミアリーグ、ムンリーに所属し、20、21シーズンは、チーム最多得となる12得点を記録。5月10日に行われたフラムと、残留争い直接対決では、決勝点を決め、 チーム残留に導いた。ウッドにとって五輪の出場はレガ二度目。初めて出場したのは2012年のロンドン和でグループリーグ第二節の U24 エジプト代表で先制点を決めている。1分2敗でグループステ自敗体となったがチーム唯一の得点を決めのがウッドだった。29歳のウッドはオーバーへ自として二度目の五輪に臨む。 グループリーグ、戦の U24 韓国代表戦で決勝点を決め、同国史上の勝利へとチームを導いた。U24 ホンジュラスでも一得点を挙げ、U24 ニュージーランド代表初グループリーグ突破に貢献している。史上初、準々決勝進出となる。u 24ニュージーランド代表、グループリーグ全勝で勝ち上がった U24 日本表と対戦する。プレミアリーグで12得点を決め、超新 FW は A 代表で日本代表と2度対戦して3得点を受けている。U24 日本代表のキャプテンを務める、デンマヤはこの2試合に出場しており、2017年の対戦はウッドが 吉田のマークを巧みに外してご、ルを決めている。U24 日本代表にとって手ごは相手となるのは間違いないだろう。りう。<music>